情報処理安全確保支援士、略語の句。情報処理安全確保支援士試験への合格を目標として、セキュリティや情報処理に関する略語を学びましょう。RDBMS、リレーショナルデータベースマネージメントシステム。リレーショナルデータベース管理システム。行と列によって構成された表形式のデータの集合を、 関係モデルにも基づいて扱うリレーショナルデータベースの作成、更新、管理を行うためのシステム。有名どころでは、オラクルデータベース、MySQL、Posgre SQL といったものがある。FTP、ファイルトランスファープロトコル。ファイル転送プロトコル。クライアントとサーバー間でファイル転送を行うための通信規格。 認証情報や送受信データが平分でネットワークを流れるためパケットの盗聴による情報漏えいのリスクがある。TFTP トリビアルファイルトランスファープロトコルユーザー認証機能を省略し UDP を用いて通信する簡素化されたファイル伝送プロトコル PMI プロジェクトマネージメントインスティチュート プロジェクトマネジメント協会。非営利組織であり、世界規模で、プロジェクトマネジメントに関する標準策定、資格認定、交流を行っている。ピンボック、プロジェクトマネジメントボディーオブナレッジ。プロジェクトマネジメントの知識体系。プロジェクトマネジメントに必要なプロセスが定義されている。一例として、マイナスのリスクへの対応を、 回避、転嫁、軽減、需要の四つに分類している。今回はここまで。また一緒に勉強しましょう。